君も一人なの？ほう、生き物の温度だね。でもごめんね、私は誰かの面倒見るタイプじゃないんだ。まあ君もいつか優しい人に出会えるよ。雨が止んだらきっと。どこでもない町でいつ止むともしれない雨に降られて、そんな時に君のことを考えてたんだ。迎えに来てくれた君はやっぱり温かい匂いがしたね。ギフテッドはね、一人じゃなきゃいけないんだ。誰かに理解される程度じゃただの凡人でしょ。周りに合わせてレベルを落とすだけなんてつまんない。冷たく冷たく研ぎ澄ませた脳みそにアドレナリンをトッピング、それだけが私の知ってるやり方だったんだよね。でも君はそのままの私のそばにいてくれた。つい甘えてぬくぬくねむねむしちゃってさ、冴えた脳みそは変わらないけど、心はいつの間にか、ほら暖かくなったよ。こんな大きなプラントで作り出すのは一粒一滴のお薬、それは命を救うけど、魂を救うのは別のお薬でしょ。アイドルの私はすっごく効くけど、好きになりすぎちゃうかもね。ケミカルの本質はね、均質化と大量生産、誰でも同じことができる、それが至上命題。でもアイドルって真逆でしょ。だから惹かれるの。同じ歌を歌っても同じ衣装を写してもアイドルの舞台は再現性ゼロ、いつだってトラブル。法則があるの？ないの？包括性は？規則性は？変わり続ける方程式といつでもどこでも一本勝負。脳みそはフル回転、脳内麻薬で熱くなって最高のテンション、溶いても溶いても違う味のとびっきりのフレーバー。君とみんなが作り出す私だけのスペシャリテ。ちゃんと毎日新しいタスクをくれなきゃ消えちゃうかも。代わりに私のギフトは全部君にあげる。こんなに濡れちゃって体温大丈夫かにゃ。まあでも野良なんだから仕方ないよね。それが宿命だし、君もいつかあったかい場所にたどり着けるといいね。いやー、迎えに来てくれると思ってたよ。懐かしかった。雨が降るとラボにいた頃を思い出すんだよね。シャワー代わりに浴びてたから。冗談だけど。実験だけが生きる理由で、実験室にこもってた頃ね、
聞こえてくるのはいっつも動いてる分析機器の音やガラス器具の甲高い音、あと攪拌機の音とかさ。人間の声はうるさかったかな、どうだったかな、あんまり覚えてないや。興味なかったからね。お薬の匂いと無機質な器具の音だけが私の世界。それが永遠に繰り返されると思ったら飽きちゃった。こんなに面白かったはずの化学式が全部ただの文字になっちゃった。それでラボを飛び出して君に出会った。君に拾われたのは運命？運命なんて非科学的。私の研究は次のステージに進んだの。運命だって人間の心だって解き明かしてみせる。君はこんな私に何を見せてくれるのかな？